ベブシーはフランスの最新総輪装行車ファミリーである。1990年代にフランス政府は旧式化し始めた AMX-10P 不評戦闘車ファミリーの後継となる新たな車両群を作るため VBM 計画を開始した。すぐにドイツとイギリスもこの計画に参加して1998年4月末に参加国は次世代総輪装行車の開発。 生産を行う共同事業体、アーテック社を設立し、GTK、マロブ、ベブシーというそれぞれ個別の開発計画名称が与えられた。だが1999年にフランスは他国との意見の相違によって独自に開発計画を行うことに決め、アーテック社による独英仏3カ国の共同開発計画から脱退した VBM 計画の時代から、 ジョットインダストリー社とルノー社で共同設立されたサトリメガボルト社が開発を主導していたが途中からはジョットインダストリー社が主契約者となりルノー社は副契約者となった。ジョットインダストリー社が独自に開発していたベクストラソリン走行社を基本として開発が進められた。2000年11月6日、富津政府は計画に基づく 新型走行戦闘車両を700両発注した。2003年には初回生産契約として、純不評戦闘車両42両、対戦車型不評戦闘車両12両、指揮者、車両11両の計65両が発注され、2004年5月には最初の2両の試作車が完成した。2003年から2004年にかけて、 車両の開発は武装と、電子装備については順調であったが、車体の機動力と障害物を乗り越える能力について難航していた。2005年半ばから完成したベシー型4両、VPC 型1両の試作車を使って、フランス軍が試験運用を開始し、トレアが砲塔の不備などの設計変更などが行われた。その後、新たに3両の試作車が追加製造をされ、 2007年までテストが続けられた。2007年9月には、第2バッジ分として、不評戦闘車両91両、指揮車、車両26両の、計117両の生産契約が結ばれた。2008年から、フランス陸軍への引き渡しが開始され、さらに3つのバッジを追加することで、 最終的には550両の不評戦闘車と150両の指揮統制車の計700両が配備開始後30年以上経った AMX-10P の代替として配備される予定である。国外への販売実績はまだないが輸出販売の売り込みも積極的に行われている。2007年夏にイギリス軍の新型走行車両選定計画であるフレスの候補に ベブジーに挙げられていたが、結局、モアク社のピラニア V に敗れた。アメリカ海兵隊、カナダ軍、オーストラリア軍がベブジーに興味を示しているとされ、ネクスター社はデモンストレーター用の一両を作って売り込みを行っている。側面外形は最も一般的な形状であり、車体全部の傾斜面を除けば、7.8メートル、2.98メートル、 高さ2.26メートルの箱乗車体の上部中央に砲塔が乗っているごく単純な外見である。当初からモジュール設計が想定されていたため、操縦室より、後ろはペイロード区画として多様な設計が可能なように考慮され、最大車内空間は13立方メートル、最大戦闘重量は28トン、最大ペイロード重量は10トンとされた。浮能力はないが、 エアバス A400M 輸送機による空輸が可能なように設計されている。後方ハッチから見た、車内前方右側に動力室、その左側に操縦席があり、シリーズの基本となる、不評戦闘車型では一人用砲塔が、車体中央上部に備わり、車両固有乗員は操縦士と砲手の2名で、搭乗兵員は、砲塔前のコマンダーステージョンに1名と、後部兵員室に8名の、 計9名である。指揮者型では2名プラス7名となる。エンジンは550馬力のルノ製、ディーゼルエンジンを搭載し、オートマチックトランスミッションを経由して、等間隔に配置された8輪すべてを駆動している。空気圧調整の行える395、90R22 ランフラットタイヤを備えた、油気圧式独立喧嘩式の8輪のうち、全部4輪で走行され、 旋回半径は標準的な8.5メートルである。路上最大速度は時速100キロメートル、航続距離は750キロメートル、最低地上高は0.5メートル、土反力は60%、転覆限界は30%、腰包み高は0.7メートル、腰包み幅は2メートル、土市水深は準備なしで1.2メートル、準備をすれば1.5メートルである。 エブジーの走行は、ルクレール主力戦車と同様に、アルミニウム合金製の車体フレームに、THD スチールとチタニウム合金の複合装甲を装着する増加装甲方式を採用しており、前線で走行の交換が容いである。M811 機関砲不評戦闘車型砲手1名用の、フッツネクスターシステムズ車製、ドレアが砲塔には M811-25、 ミリメートル榴弾と鉄鋼弾の球弾を素早く切り替えできる。砲手用に中高、赤外線両用映像装置とレーザー測距儀を含むマルチセンサー光学サイトを装備している。この砲手席の光学サイトは、車内のコマンダーステーションでも表示が可能なだけでなく、砲の遠隔操作も可能になっている。砲塔にはディラ赤外線デコイと発煙弾発射システムが備わっている。 フランス軍仕様の不評戦闘車型以外にも、輸出外汎用に二名用砲塔、テレスコープ弾を使う40膜体システムの案も存在する。対戦車ミサイル車型不評戦闘車型の簡易な派生車種として、対戦車ミサイル車型が作られる。一名用砲塔などはそのままに、兵員用座席を4席分に変わり、エリックス対戦車ミサイル用ラックを搭載している。使用時には、 兵員室天井のハッチから兵士が身を乗り出して、蛍光型発射機から発射する。ミサイルラックを兵員用座席に戻せば、不評戦闘車型になる。指揮者型 VPC という名称の指揮者型には、FN12.7mm 機関銃刀のみが備わる。81mm 自走迫撃砲型自走というより、迫撃砲搭載型であり、 対戦車ミサイル車型に似て、後部兵員室に迫撃砲を搭載しただけであるので、発射するには車外に下ろして使用する、120mm 機動砲型戦車駆逐車、火力支援車である、自動装填装置のついた 120mm 格好砲を備える。詳細は、フランス軍の C4I システム陸軍を、参照情報ターミナルシステムと呼ぶフッツネクスター。 システムズ社とイーズ・ディフェンス・エレクトリック・システムズ社が開発した高線級 C4i システムを備え各種戦術情報を上級司令部と交換できる自走式迫撃砲搭載型やミラン対戦車ミサイルを搭載した戦車駆逐車型などの検討も行われたベシー・ベブシーファミリーの基本型となるベシーは2 5ト、mm、ル機関砲を搭載し1個分体に 相当する不評9名を輸送可能な不評戦闘車である。VPC-VPC-VPC は2名のシステムオペレーターと7名の乗組員が登場する指揮統制車である。自衛用 22.7mm 重機関銃を搭載する。ベシーより工事のサーバトルマネージメントシステムを備えることで連帯レベルでの指揮を可能にしている。 フランス軍が正式化採用している。ありがとうございます。